日課周平6月7日から1956年10月25日は沖縄県の官僚、教育者、琉球政府の政治家。1952年4月から1956年10月まで琉球政府行政主席を務めた。琉球民主党初代総裁、沖縄県中上郡読谷村に生まれる。小学校時代に事故で右腕を失うも、勉学に励み、 1925年、早稲田、大学文学部英文学科を卒業する。和歌山県の高野山中学に勤務後、約20年間の教員生活を送り、母校である沖縄県立第二中学校の教諭及び沖縄県立第三中学校の教頭を務める。沖縄戦では、県立第三中学校の学徒隊を率いたが、生還し、終戦後、沖縄民政府に採用されて、 翻訳課長や官房長などを歴任した。その行政手腕と英語での意思疎通ができることを変われて1950年に設けられた臨時琉球、市順委員会委員長を務めた。1951年4月に琉球臨時中央政府行政主席に就任し、翌年琉球政府が成立するとその初代行政主席に就任した。 主席在任中の1956年に軍用地問題をめぐる島ぐるみ闘争が発生し、その解決に追われる中、同年10月に休止する。なお、公認の行政主席には、那覇市長の東間茂武が就任した。没後に、君三道随法賞を受賞している。ありがとうございます。